やっぱり地元がいいと思う。いいと思う。いいと思う。テレビはいいとがいいと思う。ダジャレはどうかと思う。地元を愛すいいと愛媛朝日テレビ。よい子のみんな元気にしてるかな。新人警察犬のクマです。ベテラン警察犬のカールだぞ。ねえねえカールさん、今日はみんなで交通安全について勉強しましょうよ。よし頑張っていこう。おお。愛媛の子供たちを守るため、カールとクマは今日も出動。交通安全ご保安中で。よしクマ、早速行ってみよう。行ってきます。みんなは道路に急に飛び出したりしたことはないかな。ある人はいるか。道路の飛び出しはとっても危ないから絶対にやめてほしいんだ。みんなわかったかな。はい。よし、まずはポイント1、みんながよく使う横断歩道について学んでいこうね。みんな青信号は進めって思っている人はいないかな。え、進めじゃないんですか。クマ、違う違う違うだろう。みんな一緒にカールさんに教えてもらおうね。よし、青信号は進めではなく進むことができるということなんだ。信号が青になってすぐに渡るのは実はとっても危険なんだよ。青信号でも急に飛び出したら危ないですね。そうだよな。だから信号が青になってもしっかり右と左、もう一度右を見てしっかり周りを確認してから渡ることが大事なんだぞ。なるほど、みんな信号機が青でも周りを見てから渡ろうね。次はポイント2、道路を渡る時のありがとうの気持ちってみんなわかる？みんなが信号がない横断歩道を渡ろうと待っている時があるよな。そんな時はどんな気持ちだい？車が止まってくれないかなとか考えちゃいます。そんな時、車が止まってくれて道を譲ってくれたら嬉しいと思わないか？運転手さんにありがとうって言いたくなります。そうだよな。だから横断歩道を渡るときはしっかり手を挙げて笑顔で渡ってほしいんだ。そうすると道を譲ってくれた運転手さんもみんなと同じ気持ちでいい気持ちになると思うぞ。道路を渡るときはニコニコ笑顔で手を挙げて渡るですね。おっと、車が止まってくれたときでも急な飛び出しはダメだぞ。みんな分かっているよな。はい。最後はポイント3、チャイルドシートについて学ぼうね。みんなは車で出かけるときベルトを締めてチャイルドシートに座っているよな。チャイルドシートをしていないと急ブレーキを踏んだときや事故にあったとき車の外にまで飛び出したりすることもあるんだ。しかもみんなが住んでいる愛媛県ではチャイルドシートをつけていないことがとっても多いらしいぞ。6歳になっていない子供は絶対にチャイルドシートに座ってベルトをしっかり締めないといけないんだ。みんなもお父さんやお母さんにつけてと言おうね。良い子のみんな、しっかり聞いてくれたかい？一つ目のポイント、何でしたっけ？バカモン！クマ、しっかりおさらいだ。はい。よし、みんな、最後におさらいクイズをやるぞ。今回のおさらい、交通安全クイズ。第1問、青信号って何かわかるかい？1、進むことができる。2、止まれ。1、2、どちらかな。さあ、みんないいと思う番号に手を挙げてね。1の進むことができるだと思う人、手を挙げて。2
の止まれだと思う人を手を挙げて。答えは1の進むことができるでした。青になってもすぐに渡るのではなく、しっかり周りをよく見て渡ろう。飛び出しちゃダメだぞ。じゃあ次の問題に行くよ。さあ次の問題に行くぞ。第2問、横断歩道はどうやって渡るのかな。1、急に飛び出す。2、手を挙げて笑顔で渡る。1、2、どちらかな。さあみんないいと思う番号に手を挙げてね。信号機のない横断歩道の渡り方が1の急に飛び出すだと思う人手を挙げて。2の手を挙げて笑顔で渡るだと思う人手を挙げて。答えは2の手を挙げて笑顔で渡るでした。周りをよく見てニコニコ笑顔で手を挙げて渡ると、道を譲ってくれた運転手さんにありがとうの気持ちが伝わるんだったよな。車が止まってくれた時でも飛び出しはダメだぞ。みんな、じゃあ最後の問題に行くよ。よし、最後の問題は丸×クイズだ。では問題、車に乗る時はチャイルドシートに座る。みんな、丸か×か。丸だと思う人は手で大きく丸を作ろう。×だと思う人は×を作ろう。みんな、答えは丸。みんな、もちろん丸だよね。車に乗るときは必ずチャイルドシートに座ってベルトをしっかりとつけよう。みんなからもお父さんやお母さんにお願いしよう。これで今回の交通安全の勉強はおしまいです。みんな何問正解できたかな。今回は3つのポイントについてお勉強しました。しっかりルールを守って事故に遭わないように気をつけてくれよな。みんな最後まで聞いてくれてありがとう。バイバイ。飛び出しは絶対にダメだぞ。